おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりに横利根川やってきました。まあ最近買ったですね、霞ヶ浦水系っぽいルアーをいろいろ投げてみたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、じゃあ投げていきます。曇ってる。さっき雨降ってたぐらいなんで、なんかこの時期だとスモラバとかを杭とかに沿わせてゆっくりとフォーリングさせて食わせるっていう釣りがメインなんですが、ちょっともう夕方ぐらいの時間っていうのもあるのと、あとは最近にしては非常に涼しくて、もしかしたら追っかけてくれる魚がいるんじゃないかなっていうことで、チャターベイトを選んでみております。どうですかね、ベイトフィネスのやつなんでスーって投げれますけどね。向かい風なんです今、向かい側からピューっと吹いてきてるんですけども、あーで、サギが自分と一緒に餌を探してる風なんで、もしかしたら期待できるかもしれないっちゅうような感じですね。結構ここはですね、ドンブカじゃなくてなんかガビガビしたものがちょっと沖まで張り出していて、そこからドンと落ちるっていう感じなんで、沈めないでも投げたら巻いて巻いてって感じでやってみております。竿はファンタジスタのショップキーポンのオリジナルの竿ですね。 6.5 フィートでミディアムライト、 6.5 フィートミディアムライトっていう竿で巻いてみております。ちょっと柔らかい竿なんで、ジャックハンマー針がぶっといんで、魚が来た時にちゃんと乗せられるかなって感じなんですけども、まあその他のワーム投げたいなとか、ちょっと気分転換したいなっていう時に結構ミディアムライトのこの竿、何でも投げれる竿なんで、これにカルカッタコンクエストの BFS、 自分焦ると結構すぐに巻きが速くなっちゃうんで、リールの方がそんなに速くなければ焦って変に早巻きになっちゃうこともないかなと思って、BFS ローギアのベイトフィネスのリールで投げてます。一通り流して帰りはスモラバーとか、あとはなんか違うのやりたいなーなんていう時もいろんなものを投げれるんで、こんな感じの、ちょっとそんな軽くないですけど、ジャックハンマー多分これ2つ足したらまあまあいい重さだと思うんですけど、こういうセッティングでやってみております。結構この手の釣りは今までスピナーベイトでひたすら護岸を打っては進んで打っては進んでって、こういうのはもうスピナベでやってたんですけどね、ちょっと今年1個釣り方増やすぞってことでチャターベイト投げてみておりますよ。で濁ってるから動きはあんまり見えないですけどね、ただ手元にこう明確なブリ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 っていう振動が来ていて、非常に投げてる感があるから飽きないですね。よっしょ、チャター来たぜ。よっしゃー、ジャバロンにチャターの組み合わせで、おらいおいおい、釣れましたよ。ということで、まずはこれエバーグリーンのジャックハンマーに今勝のジャバロンネオ97をつけた、こういうセット でカルカッタの BFS でゆっくりめに巻いてみております。はい、いいんじゃないですか。じゃあ引き続きですね、頑張ってみます。
じゃあさよなら。